モテギ藩神谷ともテギ藩は、下ア国派が軍モテギに存在した藩。当初は、モテギ神ンに藩長が置かれた。藩祖は、細川藤高の次男で、細川忠興の弟である、細川京元である。慶長15年のモテギ氏の秋田天保の後を受け、27家村1万54国で入部した。元那2年、京元は、 大阪夏の陣における軍港により日立国筑波軍、八田部6200国を加増され、班長を八田部に移す。以後、八田部藩として存続した。なお、班長を八田部に移転して、以降も茂木に藩主及び、藩主一族が重視したことがあり、関西重州諸家府の細川光徳の記載に、茂木あるいは八田部に重視とある。明治4年2月、 八た部藩主細川教官は藩長をモテギに移したが、同年7月には、廃藩地検で廃藩となった。この時のモテギ藩は、熊本藩の市藩という位置づけであった。一万国戸様細川教元一万六千二百国戸様細川教官モテギ県は、1871年8月の廃藩地検により、モテギ藩に代わって設置された県。 全国的な府県再編により、同年12月25日宇都宮県などと合併し、宇都宮県になる。旧八田部藩領の内田藩に編入された地域を除き、日立国河内郡4村、筑波郡8村、下屋国羽郡1村が加えた地域。なお IQ が存在するため、村数の合計は一致しない。ありがとうございます。